平野紫耀、神宮寺勇太、うじゆが新グループ、ナンバー I で活動。平野のソロデビューに期待高まる。とべ、の挑戦。今後3人でグループとして頑張っていきますのでよろしくお願いします。10月15日、元、キング、リンチェプリンスキーや C28 が、滝沢秀明氏41の、会社と米トベとべ、合流合流。 平野紫耀26、神宮寺勇太25と3人で活動することを発表した。とべ、公式 YouTube の緊急性配信で明かされました。新しいグループの名前は、ナンバーアイ、ナンバーアイ。アイには、ナンバーワンとオンリーワンがかかっており、自分らしく一番を目指すという意味です。グループ名は志士さんが考案したそうです。 スポーツ紙芸能記者。3人が、キンプリを、脱退したのは、約5ヶ月前の5月22日のこと。平野と神宮寺は、同日でジャニーズ事務所、ゲンスキーシェイ、を退場し、7月7日に、飛べ、へ合流。騎士は9月30日で退場し、2人の元へ加わったのだ。今後、ナンバーアイ、はどのように、活動していくのだろうか。 テレビ局関係者はこう推察する。平野さんがソロデビューする日も近いと思います。7月、平野さんがすでにソロ曲を収録済みだと、女性セブンが報じました。彼の高いダンス技術を活かしたダンスナンバーのようですが、早ければ年内にもデジタルで配信されるでしょう。昨年11月の脱退発表の際、 事務所を辞める背景に海外への強い思いがあったことを明かしていた平野。ソロデビューが実現すれば世界進出の目標に近づくことだろう。ただ平野は自分のためではなくグループのことを考えているようだ。とべ、二席した7月から現在までの間に配信するタイミングはいくらでもありました。そうしなかったのは平野さんの中で ナンバーアイに貢献したいという気持ちがあったからだと思います。彼はキンプリ時代も個人への仕事でもグループに還元するという姿勢で仕事に臨んでいましたからね。そうしたスタンスを貫いているのかもしれません。芸能プロ関係者。 9月に平野が雑誌、エルジャパン、エルジャポンの表紙を務めたことはあったものの、先に合流した二人は目立った芸能活動はしていなかった。平野のソロデビューを機に本格的に指導する可能性は高い。とべ、には、元、V6、三宅県、44、元、キスマイフト2、北山博光。 38、7人組グループ、イムップ、IMP が合流している。8月には、イムップ、9月には、三宅がデジタルシングルを配信するなど、飛べ、の活動は軌道に乗っているように見える。だが、前での芸能事務所関係者は、実際は苦戦を強いられていると話す。 三宅さんの配信曲 Ready to Dance はオリコンの週刊デジタルシングルランキング初登場36位でした。イムップも8月のデビューシングルクルージンこそ1位を記録したものの10月13日に配信したスイッチインクは発売当日5位、翌日には17位と勢いが衰えたことは否めません。 今後、爆発的人気を誇る平野さん、神宮寺さん、岸さんがどれだけ配信で結果を出せるかが鍵になるでしょう。平野さんのソロ曲はある意味、飛べ、の未来を担うと言っても過言ではありません。平野、神宮寺、士は、新天地でナンバーワンになれるか。フライデーデジタル。